皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日はこのもう一回さくらんぼ風味の、レビューをさせていただきたいと思います。もう夏限定ですね。そうなんです、毎回すぐ完売してしまう人気のフレーバーなので、ね、すごい早かったですもんね、はい、完売がね。限定2000袋はいなりますので、いつも以上に早期の完売が予想されますので、楽しみに待っていた方はぜひお早めにチェックしてみてください。はい、季節限定商品なので、まあ、ずっとBレジェンド飲んでくださってる方は毎年楽しみにされてる方もいるので、ぜひ本当に早めにご注文いただければと思います。はい、じゃあ早速飲んでいきたいと思います。はい、いや1年ぶりですね、私も飲むのが。そうです、私も楽しみにしてましたね。中身はこんな感じです。粉の色はいつもとあんまり変わらないかなっていう感じですね。匂いどうですか？匂いはもう思い出します、去年の夏。うわすごい、すごい、もう嗅いだらわかると思うんですけど、このフルーティーさくらんぼって感じです。はい、ではですね、ではお水の量はいつも通り200でいきます。はい、で、スプーン1個ですね。プロの大スプーン1杯ですね。はい、うん、色どうですか？色は淡い、ほんのりピンク、はい、ほんのりピンク色です。いただきます。あ、匂いはベリーの匂いに似てるかも。ちょっと間がね。どうしようか。美味しいです。フルーティー、うん。フルーティーですね。はい。すごいなんか鼻を風味が抜ける感じで美味しいですね。もう酸味系。ベリーとかパッションフルーツがお好きな方には気に入っていただける味なんじゃないかなと思います。うん、そうですね。運動した後でもごくごく飲めるようなこう爽やかな味ですね。運動後にぴったりですね。はい、ではですね、こちらのもう一回さくらんぼ風味なんですけれども、まあ通常の WPC のプロテインと、ほぼ同じ、内容になっておりますが、1食 29g で、1食あたりエネルギーが 114.3kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.7g、 炭水化物が 4.7g で、食塩相当量が 0.1g、ビタミン C が 42.5mg で、ビタミン B6 が 1.2mg になります。はい、で、こちらはお値段の方は、季節限定商品なので、1キロで、1袋3200円になります、はい。発売日なんですけれども、6月10日の水曜日、お昼12時から、2000袋限定の発売になりますので、お求めの方はお早めにチェックしてみてください。はい、で今日は季節限定商品の、もう一回さくらんぼ風味の、レビューをさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。